やべえぞみんな、見て、マイさんがいる。しかもね、うわかっけえロゼ、真ん中にロゼがドカンといる。マイさんとロゼ、これだけでも超やべえじゃん。しかしながらね、しかしながらだ、みんな見てくれ、ドゥドゥルドゥルドゥ、ブロリー、そしてブロリー、ダブロリー。なにこの奇跡みなこ。あのさ、前回ブロリー1種だけだったじゃん、今回2種あんだよね。しかも1枚ゴッドレア、しかももう1枚レア、ノーマルじゃないんだよね。レアとゴッドレアのブロリーが、うわありがとうございます。もうこれゲットするしかねえよな。ブロリーも狙いはダブロリーとマイさんとで、ロゼのブラック、まあ悟空ブラックもノーマルのやつもいるんだけど、ロゼが欲しいよね。いやあとブルマもいるから、っていうかコンプしたいね。できることならコンプしたい。さてじゃあ開けまするか。新しいねドラゴンボールウェアスゲット降臨でしたから、早速開けていこうと思います。長期、あっていうかね、見つけたんだよねこれ、見て、斬鉄バサミ、掃除したらあって、うわーよかった、家出していた斬鉄バサミ帰ってきてくれてありがとう。そしてブロリー、スポリーコロリン、めっちゃイケ、めっちゃイケメントランクス、うわトランクス、ワンパック目からトランクス、うわすっげー。やっぱさこのシリーズデザインいいよな。トランクスやったぜ、いいよいいよ、ワンパック目からいいやつ来た。トランクス、そして2パック目ブロリーしよう。2パック目は絶対ブロリーしよう、頼むぜブロリー、来てくれ頼むぜブロリー、来てくれブロリー、頼むぜ、やっぱブロリーだよな。これブロリースト歓喜賞2種、あピラフ。このデザイン見て、ピラフのドラゴンボールがある、うわ可愛いなこのピラフ。裏もね一応見ようか。あーマイさん、まあ、ピラフ一味だったらマイさんが来てほしいな。マイさん、いやマイさん嬉しいよね、マイさんのラインナップ。あとトランクスも来たし、マイさんゲットしないとな。トランクスの後はマイさん、そしてダブロリー。すげー展開になっちまりよ、倒せ来てくれブロリー。でもまずはブロリーだよな、まずはブロリーしよう。孫悟飯だ、うわ待って、めっちゃ待って待って、これかっこよすぎじゃない、これなんだ14だよねこれ、うわマジか、レアでこのレベル、レアでこのレベルのかっこよさ、うわすげえ。みんなもぜひ発見したら買ってみて、やべえぞ。あのカメラ越しで見るのと自分の手で撮って目でね肉眼で見るの全然違うから、ぜひ見てほしい。このご飯めっちゃかっけえ、そして頼む来てくれ。あとザマスもね地味に欲しいんだよね。ザマスもね結構欲しいな。よし行くぜ、はあ、今が旬だよねザマスはね、ザマスは今が旬だよ、行くぜ行くぜ。多分ブロリーか、ブロリーか、ヤムチャーイ、ヤムさん待って、ヤムチャの目ん玉見て、目つきこれ強えわ、これ喧嘩強えやつの目だわ。ヤムチャザン、この服装が俺の好きなやつだな。老化夫婦犬のさ、あの頃のヤムチャだよね。やったありがとうございます。老化夫婦犬の使い手かっこいいな、やっぱこのデザインいいわ。見てこのご飯とヤムチャ、うわヤムチャも負けてねえもんな、デザインかっこいいっす、ありがとう。そして、はあ、ブロリーがもうそろ、やっぱさロゼとかマイさんそう簡単に来ねえな。まあブロリーはもちろんのことながらゴッドレアだしな、ブロリー。っていうかさ、これがゴッドレアなのかな、それともレアのブロリー。でもゴッドレアは多分書いてないと思うから、これゴッドレアじゃない方だよね、レアのブロリーだと思う。よし頼むぜブロリーよ、デデオイエブロリー、デデオイエスポリー。みんな見た、え何今の迫力、うわうわちょっとやべえわこのデザイン、スーパーサイヤ人3の悟空、あのこれパッケージにいたけど、ここうわパッケージの悟空とこれトランクス来たね、うわーロゼ来ねえな、ロゼ欲しいな、っていうかすげえめっちゃかっこいい、これでもレアだもんね、うわーマジでもうこれスーパーレアでしょ、待ってスーパーレアとかどんなデザイン、あー前のやつと変わんないのかな、前のやつはさ俺ブロリーゲットしてからもう前の段のブロリーはねもうゲットして過保になってるから、待てよやばいなこれ、レアでこのレベルってことはさスーパーレアなんてやべえぞ、鼻血ブーじゃねえこれマジか、あー来て
あ、ちなみに今回ラストワン、今回ラストワンなんだけど、これでブロリーどっちか来てほしいね。まあレア先にゲットして後でね、あのゲットできるか分かんないけどね、もう分かんないけど、ブロリー頼む。はあ、ちょっと出ました、ブロリーの気を感じるぜ、ドゥルってブルーブルーマー、マジか、あ、かわいい、はい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 、少女だ、あの子供の頃の少女期のブルマ、あ、マジか、いいじゃんいいじゃん、デザインレア、これもレアなんだけど、なかなかいいデザインじゃない、ほらヤムチャとブルマいいね、この頃のヤムチャとブルマ、老眼夫婦圏の頃のブルマじゃねえや、ブルマじゃない、ヤムチャだヤムチャに昔のね、このポニーテールのブルマ、あーいいね、あの枕思い出すね。すごい、今回あのね、今回ナンバーワンは俺ね、この3の悟空とご飯とトランクスがどれだろうな、選べないよなこれ、うわすげえ、めっちゃかっけえ、この迫力見て、この3枚がもうナンバーワン選べない、こいつらすげえ。でもねトランクスね、ノーマルなんだよね、ノーマルでこの迫力威圧感出してるってことを考慮に入れれば、まあこれがナンバーワンって言ってもいいかもしれない、トランクス、やったあのさトランクス、いやー来週楽しみじゃない、ドラゴンボールね、やべえことになってんじゃん、トランクスなんかブロリーみたいになってさ、うわー早く見たい早く見たいよ、あとログインも忘れずにねじゃあ今回の開封結果は、うん、まあ大勝利だよね、1枚も被ってないし、まあブルマもヤムチャも来てるし、あとスーパーサイジン3の悟空に、スーパーサイジンのご飯も来てるし、まあ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 いい感じだと思う、波に乗った。で次回こそは絶対に狙いのブロリーでお会いしましょう。あとねロゼ、いやロゼも欲しいな、くそー、ロゼをゲットしてさウェアスパーティーしたかったよな、牛乳もたっぷり買ってきたんだよ1リットルでも1リットルじゃダメかもしんねえな、こんだけあったら、まあこれからねシール見ながらパーティーするわ、みんなもぜひ買ってみて、いただきマンモスラーメン、うん、デリシャス、マジうめえ。